パーベル・アレクセイビチ・セレブラーコフは旧ソ連のロシア人ピアニスト。父からピアノの弾き方を教わった後、1923年にレニングラード音楽院に入学。LW ・ニコライフ教授に指示した。さらにアレクサンドル・グラズノフ教授からも学んだ。1932年にレニングラード音楽院で教職に就き、翌年からは同音楽院の教授に就任し、 その後1961年から没年まで委員長を務めた。1928年より国際的な演奏旅行を開始した。1933年に第1回国民コンクールで準優勝し演奏旅行を行う。1953年にエフゲニーム・ムラビンスキー式によるチャイコフスキーピアノ競争曲第1番の最初の録音が行われた際には、 ソリストとして参加した。また、ムスティスラフ・ロストロポービチ、ミハイル・バイマンと共に、ロストロポービチ三重相談の一員であった。日本との関係では、1960年と1963年に来日した。日本語では力点を入れず、パベル・セレブレコフとも表記。ABCLP、ラフマニノフ、ピアノ三重奏曲、第二番に単調作品級ライナーノーズ。 ロストロポービチ30相談の名演。ありがとうございます。